前回のカズグラ、視聴者さんからのタレコミよりあることに気づいてしまった。そう、昆布が年齢制限があって、あ、18禁とかじゃないよ、年齢の制限があって成長が途中で止まってしまうみたいなんだ。そう、植え直す必要が必要というわけで、植え直し対応の昆布製造機を作ってみた。ちょっと試しにやってみたんだけど、意外とうまく。ただあの時めちゃめちゃアイスに襲われて困ってます。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。カズクラでございますの前に、あ、で、ケーキ、うまうま、釣り竿、釣り竿、忘れる前に釣らないとですね、忘れる前に釣ら、あ、今週だね、そういえばあれ、ん？ユーフェスだ、ユーフェス。まあ、チケットないと入れないってなるけど、なかなか倍率がね、高いらしいんだよね。ほんで、当たった方、おめでとうございます。外れてしまった方は、またなんかのイベントで、ぜひお会いしましょう。ただ、あの、物販コーナーは入れるとのことなので、あの、カズさんのね、あの、お洋服、覚えてる？見よ、これを。ユキリヌが来てくれている。カズネコ T よ。カズガハクがまたね、芸術爆発させて、カズネコのおじさんでございますね。カズネコのおじさん描きました。いや、デザインは自信がある。まあ、もしよかったら、現物チェックしに来てみてくれ。このエリアだけは確か入れるはずだからね。あの、東京ドームのところでね、あの、やってるはずなんだ。いや、またね、皆様にやるの楽しみにしております。あの、どっかね、道中歩いてるカズさん見かけたんで、あの、ぜひ気軽にあの、お声掛け、よろしくお願いします。まあ、ほんで、あれ問題だな。あ、ちょ、待って、釣りまた忘れるとこだった。はい、釣りましょう。ほい、2、3、4、5。ん？なんだお前、危なかったな、みんな。行ったねよ、行ったん。はぁ、遅れた。次5だったっけ。まったく邪魔が入るとはな。どっから出てきたんだろう。食われてはないと思うんだけど。まあ、次、5で行こう。5、6、7、8、9、10。ごちそうさまです。1個だけレアアイテムついてたな。むしろこれ、宝釣りとかちょっと入れないと。それがまず問題。ほい。ぽい。食料なんなので、あ、焼けてませんな。昔ね、もう燃料無限とか言ってたけどさ、昆布マシンダメだわ。結局最強なのを教えてあげよう。やっぱりこれだよな。結局マグマなんですよ、最強は。さて、組み組みか。どんだけお世話になっただろう。あ、ここら辺でね、めちゃめちゃいただいたんですけど、もっと私ならいただけるはず。あ、やべえ、ぶ、もやもやした。ごめんなさいよ。もったいないことしまったな。これ連打する人注意ね。持ち物いっぱいすぎると、あの、ジャブジャブ外捨てられるから、俺。よいしょ。締まりは締まり。さあ、というわけで、食糧難、食糧難。最近、昆布食べあさってます。食糧難が来たんですよ。あの、野菜を全然買ってなくて、よって食糧難がやってきてしまったのです。で、今回はですね、あの、スライム問題。これをどうしようかと、私、決めました。マグマとかだとね、面白みがないので、一回、落下させましょう。というわけで、レッツスタート。これ下からね、昆布でこれ、このブクブク作ってったので、一段ずつ、この水場を作るのが一番いいと思うんですよ、これ、こうやって。あ、出てきた。早速出てきた。こういうことがあるからね、今回は。マジ注意。今でいいんだよね。こうやって一段ずつ、寝ていけるような感じでいこうと思います。こんぐらいやっても問題ないかな。はい、はい。あ、いけるね。いけるね。思ったより簡単かもしんない、これ。これいけちゃうよ。ポッポッポイと。あ、ほんでね、あ、いて。ほー。ほー。よいしょ、よいしょ。びっくりした。めっちゃ上がってくんだもん。飛び越えてくんの、あの2マス。お前らちょっと、こんなことある。よいしょ、よいしょ。これ全部で何段分ぐらいにするといいかな。1、2、3、4、5か。20マスぐらいって方がいいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。この高さはいくでしょ。おま。よいしょ。まあ、そんぐらいいいとしよう。めっちゃジャンプするな、こいつ。まあ、行きまーす。よいしょ。これ、たまに浮き上がってくるからね。おーい、
やめてくれ。あ、ちなみに、おお、47個も取れてるよ。いいね、いいね、悪くないよ。なちょっと作業が多めになると思われるので、よし、ベッドルーム作った。よく寝た。やばい、本当にお腹減ってきた、これどうしよう。ちょっとさすがに取りに行ってくるか、これは。なあるある、乾燥した。まさか昆布生活になろうとは、この私が。なんだかんだガラスもこれ心配だな。もうちょっともらっとくか、これ。4ガラス5ガラス、これとこれを合わせて、んでガラスで、ガツンと作る。押し込んでいいだろう。さて、本当に良きものは作れるのだろうか。レッチラゴー。まず二重マスのとこからあいつ落としてやられるかどうかのチェックも必要だよね。おおおお、びっくりした。お、なんかどんどん対応できるようになってきた。これスライムで埋め尽くしてしまえば、あいつら上がってこれねえんじゃねえのかな。これしばらくこのスタイルでいっか。おいおいおい、ゆっくり待つがよい。なんかいいな、このバスクリン感。あいってぴょ、やられてねえぞまだこいつ。勢いすごかったわ。お前ら、あの親分が厄介だから、親分がやられるぐらいの高さにね、なんとか鍛え上げたいんですよ今日。待ってろ。あ、でも若干詰まってるか。いや、そんなこともないな。もうちょいだぞ。でもやべ。ここまで来ちゃ嫌だ。なんとかあのでっかいあのスライムが来た時にせき止めてくれ、お前たちは。おお、今めっちゃ飛んだな。あっ、ちょっ、ちゃ、あ、この高さでいくかもしれないわ。どう？あ、行く。オッケーな高さになったわ、お前ら。これで成仏可能な高さになったようだな。思ったより早く完成してしまった。高さで言うと18マスでいけてんだな。あっちまでトイレ。あ、よいしょ。よく寝た。あ、よい。管理者に対して、え、あ、大丈夫よね。あ、よかったよかった。何もね、悪いことしてませんから私。ほら、あ、サラミちゃんたち、よいしょよいしょ。いやー、でもいいもんできたなこれ。おい、おお、あ、ちゃんと上もあの面で整えておこう。スライムの噴水と名付けよう。こうスライムの噴水と、いいね。2匹目とか来たらどうなるんだ。あ、やっぱ詰まり始めてるわ。あ、ここで、あ、ここで詰まり始めてる。あれはあれでいいかもしれないな。スライムの噴水で詰まりが行われてるぞ、あれ。はいはい。おお、我ながら素晴らしいシステムができましたね、これは。あ、ほんでこの地下にある、エメラルドが壊れちゃってさ、ファミチキ好きなセブンの店長さんね、いつかエメラルドブロックにしましょうと。もちろんですよ、いつの日か俺やってやりますから。あの噴水だけちょっと直すか。一番上っ面の2マスだけ取ってあげようか。あれ以上詰まってももう仕方ないもんな。まあ、でっかいの2匹だけいる感じかな、あれ。もう一回ぐらい来ないかな。もう一回ぐらい来ないかな。ペチャー来ない？これ待ってると来なくて、待たなかったらね、もうそのまんま来るんだよね。おお、来て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 。あ、上詰まるだけになっちゃったわ。さすがに。バッコきれいに成仏させて、スライムの噴水の完成といたしましょう。よいしょ、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 せえな。せえな、お前。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ安全圏内だね、これで。いっぱい横流れていくわ。で、オッケー。え、ボタボタボタ。そうか、ちっこい子はやられちゃうんだ、こんで。いや、でも今回いいものできたでしょう。悪化式、スライムトラップタワーで合ってるかな、命名は。いやー、我ながらね、もういいタワーができたような気がいたします。一気に2つもできてしまったな。でこれが、まあ、先日作ったやつなんだけど、ここで見えるかな。あ、19とか見えるね、エイジ。あれが25になるとマックスになるから、確か成長しなくなるはずだからね、エイジ。一瞬見えるやつ、右側で。まだ今のところ大丈夫そうでございますね。はい、というわけで、本日こんな感じで終わりますかね。あー、そうだ。アンケのやつもちょっと開いておこうか、今。
アンケ、甘いもの辛いものどっちが好き？甘いものが好き多いですね。いやカズさんも大好きですよ甘いもの。あ、そしてね視聴者さんからね連絡が入ったんですけども、なんとですね今現在サーティワンの方でサーティワン全てが入ったパックがね販売されてるらしいんだけども、知ってた？みんなこれ、いやこれどうしようか悩んでるんだ。まあまあ大層な値段するんですけども、7000円ぐらいだったかな。これ買った方がいいのか買わない方がいいのか、ちょっと皆さんこれ教えてくれ。アンケートの方にそれ貼っとくから。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。